こんにちは。さあ前回は、はい、プロに入るまで、うん、ね、でもう感情がふつふつと沸き起こってきたというね、うん、じゃあ憧れのジャイアンツを今度敵に回して投げるわけですよね、うん、まあこれ初めから言っとくと、金田さんが巨人に挙げた勝ち星が61だったかな、65ですか、うん、続いて平松さん、そうです、で平松さんが投げてる頃って V 級時代じゃないですか、そう、まさしく強かった時に51勝、うん、一番強かったね、ジャイアンツキラー、いや強かったっていうのはね、もちろんまさに大江がいて攻撃力っていうのが、まあ、1番柴田さん、はい、2番土井さんって本当にこの攻撃力揃ったんで、いやピッチャーがまたすごかったのよ、まあ堀内さんが筆頭に高橋和美さんね、はい、もうね点が取れないんだから、城之内さんも、城之内さんもいたし、ね、まあ城之内さん晩年だけど、でもまあ私が入った頃は完封もしたしノーヒットノーランもされてるし、で渡辺秀明さんってあのメディちゃんってね、背中を引きしてワンダースローでの間、はいはいはい、倉田さんも一つ上だし、はい、まあそんなんでね投手王国でした、はい、投手王国でもあり、あの攻撃力、あの攻撃力、そりゃ勝てないわ、でもでもそれをそれに勝っていくためにシュートが生まれたんですよね、いやいやいや、まあ戦いとしてはちょっと違うけど、そらシュートがあったから勝てたわけでしょ、いやいやいや、まあシュートがなくても勝ってると思うよ、また、いやいやいや、また強気な松尾先輩、お願いしますよ、まあ、だってまっすぐとカーブしかなかったでしょ、でもね、みんなシュートシュートって言うけど、あの時のコントロール、アウトコースのコントロールはもうとにかく素晴らしかった、10球投げて9球ぐらいキャッチャーのミットをほとんど動かさなかったぐらい、コントロール良かったですか、全然しない、いやいや、いいのは分かってるよ、ただまっすぐとカーブで抑えられる時代じゃないから、もう、まあまあ、ジャイアンツは、まあまあな、はい、それはシュートがあって幅が広がったんだけど、はい、だけどまあそのシュートがなくてもそれは45年は20勝ぐらいはしてると思う、25勝してるんですよ、してるよ、25勝ね、19敗、うん、まあ5勝がシュートってことはないだろうけど、それはもうね本当にあのコントロール良かったもんですから、でも僕一回紅白戦とかで立ってよく言うもんね、回転がめちゃくちゃいいんだよ、まっすぐの回転が、ボールの回転ってのはものすごく大事ですから、本当にね綺麗なの、はい、これはね2人ほど感じたのは、はい、エナスさんと平松さん、へえ、まあ、エナスは私よりも2段階上ですけどね、上ですか、上、あーもうすごかった、あのね我々のもう堀内にしても松岡にしても、まあ、池上の千さんにしても高橋和美さんにしてももうみんな20勝ぐらいしてるピッチャーなんだけど、やっぱその中でももう群を抜いてたのはエナスのボールです、これはもうね、な何が違うんですか、エナス速さ、いやもう回、そのさっき言う回転、今よくあのストレートの回転の回転数が出るじゃない、はいはい、出ますね、トラックマンから、でこのそうそう、この前もね今永にちょこっと話聞いたら2500出ますって、2500出るとね、うん、結構まあストレートで三振が取れるんだけども、エナーツは2600から700出たじゃないかな、そんなだってプロのバッターはストレートが、ストレートとあのあいつのボールはもうストレートが来てこれが真ん中からストーンとこうスライダーみたいなの落ちてくるんだ、その2種類でバットに当たらないんだから、すごいですねやっぱりエナーツさん、そうですか、そう、いや堀内のストレートは高めだからね、ビューンと伸びてたからそれ見逃せばいいんだけど、まあそれも振るんだけども、堀内の上から落ちるカーブだけど、エナーツのあのストレートはね、これはまああの私の話でじゃなくて申し訳ないんだけど、甲子園で昭和44年に彼が401三振取った時の、はい、まあ、あのシーズン中なんだけども、三塁側のスタンドでは上がりのピッチャー見てるわけ、はい、で7回ぐらいから同点で1対1で出てきたんですよ、エナツが、そうしたらね我々もこの横から見てるわけスタンドがね、ピッチャーベーッとエナツが投げるとボールがね、うわー途中でこれねワンバウンド、ワンバウンドするんじゃないかなと思ったボールを投げるわけですよ、だそれがブワーッ、こんなボール見たことないだろ、すごい、いやそれはないです、俺プロだよ、プロが言うんだから、いや本当にピッ、我々その頃のピッチャーワンバウンド投げるっていうのはすごく恥ずかしいことなの、あ
ピッチャーとしては力がないって、だからほとんどワンバウンドは投げてません、はい、当時のピッチャーは。だからキャッチャー楽だったと思うんだけども、そのぐらいね、エナソのライトボールがね、ブーッとワンバウンドになるって言ったのが、こっからビューッと伸びて、もうキャッチャーのすごいところにバーンとこう取る来るわけですよ、はい、打てませんよそれでもうね、9人ぐらい連続三振、バット当たったら1球だけ。まあ、あのオールスターでもね、まあ、あれもすごかったけど、あの猛者たちを9連続取ってるわけですから、そうそうそう、まあ、その話は分かりますよ。あの時のエナスは高めのボールが伸びてたんでね、あれよりもまた低めに投げるっていうのはもう技術の最高の技術なんですよ、はい、その低めに投げたボールが伸びてきたもんだから、それで9回の裏か10回の裏にね、あの辻さん、ダンプさん、はい、タイで一緒にやりましたけど、あの人がね、サヨナラのホームランライトで打ったのよ。談話が面白い、はい、ダンプ、なんで打つんやって、もうあのサヨナラ勝ちでピッチャーとして喜んでる、勝ち投手ですもんね、喜んでんだけど、本人もあれだったらいくらでも三振が取れると思いがあったんですよね。今13ぐらいかな、連続記録が。エナスさん、いやいや、あの、あ、プロ野球記録、はいはい、13どころじゃないね、あれ延長がどのか、当時は無制限にあったんじゃないのかな。そりゃ15も16も17も取られてました。でも平松さんも紙剃りシュートっていう、 それちょっと紙剃りシュートが生まれたのをちょっと、うん、面白いんですよねひょんなことからでしょ。そうそう、いや、近藤さんっていう、こう天秤打法と言われた人が、はい、平松さんのこうなんかこうキャッチボールですかね、だから体育館かなんかなんだよ、あれ、うん、でちょっと立ったら、なんだこんなボールじゃ勝てねえよって言われて、それしかないのかって言われて、いやシュートがありますって出まかせ言っちゃったんですよね。出まかせじゃない、出まかせじゃない、頭きても腹立って、うん、もうそれシュートって投げてなかったでしょ。投げてないよ、だから出まかせでしょ。いや、まあ出まかせというかまあ、出任せというか、その、いや、だからもう、売り言葉に買い言葉じゃない。社会人の都市対抗の話をさっきしましたけど、はい、あの社会人の時に、都市対抗出る時は伊藤スタジアムって、長嶋さん必ずキャンプされてた、そこ行って1週間ぐらい、静岡の、ね、日本石油もね、はいはい、やるんですよ。で、ブルペンがね、レフトのちょっと左端にちょっと高台にあって、そこで私一人投げたら、一人なんか知らない、そのお兄さんみたいなのが来て、ひらまず、お前シュートの投げ方知ってるかって言うから、はあなたはどこの誰ですかっていうのも知らずに、俺はこういうもんだっていうのも言わずに、いきなり、なおつシュートの投げ方知ってんのかって、シュートなんか別に投げるつもりありませんねと思ってたんだけども、勝手にこうやってこうやってこうやって投げるんだよって、はあそうですかって帰っていっちゃったの、はい、で、まあ別に投げるつもりもないしって、そのまあ聞いたというか耳の中に入って全部流さなかったのが良かったんですね。ここだけにちょこっと残してたんだろうね、頭に残っちゃったんですね。残したどこのおっさんやろみたいな。そう、まあ、その後は日本石油の先輩なんだけどね、うん、まあ自分も投げていいもんだったんでしょうね。それでその昭和43年のキャンプの時に、今伊沢が言ってましたけども、その頃もう雨天練習場なんてないから、雨が降ると体育館で普通のバスケットしたりするのあるじゃないですか、はい、バレーボール、ああいうその板塀のところで、まあ、体操したり走ったりして、でピッチャーはその板塀で投げるんですよ。で本来もうエース級の人はもう投げませんよ、もう板塀なんか滑ったりしたら怪我するから。でも我々に、私2年目で、1年目は8月10日に入って16試合投げて3勝5敗ですよ。だからもう大したピッチャーじゃないから、投げてるとバッターはやっぱり打てないんで、目を鳴らすためにそのバッターボックス立ってこう見るわけですよ。そこにその近藤和さん、秋さんって、もういわゆるレギュラーの人が見て、大したことないんじゃない、勝てないピッチャーと思ってるから、まだこの足がこんなボールしか投げられないのかっていうのがものすごい頭にカチン来てね先輩のとこさ、平松さんのところいや強気だもん、これほどプロとして強気な人間見たことないっていうぐらい気が強かったもん、マウンドでは。 今弱気だもんね。いや弱気じゃないですけど、その言葉にカチンってきて、
投げれますシュートがって言った手前、はい、投げてないんだけど、はい、もうそれを思い出してでその時が縫い目をかけないで、はい、こんなに投げる人はいないのよ、はい、今までのシュートで、はい、だいたいこの縫い目をかけて回転を与えるんだけど、はい、うん、まるっきりあ縫い目にそうですねそうかかってないでしょかかってないですこれで変化さすんだけど、はい、これでストレートを投げるんですまっすぐ投げるんだけど少しストレートと同じように投げに行って早めに肩を少し開くんです。だから手が遅れるからそれでまっすぐ投げたらバッターとすればもうストレートだっていう投げ方がそれで打ちに行くと手元でブワッと曲がってくるからその詰まるわけね。で、まあ、巨人も当時そのシュートでやられたのは川上さんの参謀として牧野さんという必ずミーティングして今日平松先発だとシュート打ったら絶対にあいつ攻略せないから攻略できないからシュートは打つなであれを打たなくてうちの成績で、まあ、例えばアウトになってもうちの全体的なチームの成績はそれはなしにするからというぐらいのことでその攻略してくるわけですよでもだけど投げ方としたらシュートまっすぐなんだひねるっていうイメージがありますけどまっすぐなんだひねったらスピードが出ないから、うん、平松さんのシュートって速かったっていう、うん、そう速度落ちない大体シュートっていうのは落ちるよまっすぐよりも4、5キロ打ちますよ、ね、するとねやっぱり回転を与えると、はい、スピードが落ちるんでストレートの威力がなくなるんでま、はい、っすぐの速さで曲がるボールっていうのはそれしかないのよ、はいまあ、それしかないのよってそれはただ教わっただけだからだけどいやでも教わったことをそこで初めて実践したらできちゃったってことですかでもその時やっぱ曲がったの自分でも確認できたんですか6球投げたんだけど、はい、いやこんなに曲がるのかなと思うぐらいもう自分でもびっくりしてでもうバッターもうわーこれはすごいわってその監督コーチをね平松がすごいボール投げてるって言ってまあ監督コーチ来たんだけどなんで投げないんだって言われたけどそれ初めて投げたんだろうなその6球っていうのよく覚えてますねいや例えばその何球か投げていや1球ダメだった1球変だって回転した曲がらなかったっていうんだったらもうやめるんだけど6球とも同じボールがビューッと伸びていったんでこれは使えるなというのがまあカミソリシュートの誕生なんですねでも当初、うん、今でいうツーシームとかあるけど縫い目にかけないとかこの縫い目をかけないで投げる人はいないそれ教えないといやだけど何人か教えてるけど難しいみたいこれはそれは何がやっぱ独特なんですかね平松さんのだろうな投げ方とかやっぱり腕のそうこの腕の素振りが速くないとボールも曲がらないと思うこれじゃ、うん、まあ今年ヤクルトのまだ29歳石川にも教えたことあるんだけど教えたらあれよ教えてくれって言うからこうこうこうで教えたんだよそしたら途中で平松さん断念しますって難しいですでも涌井は成功した涌井と同じような投げ方してんじゃないかなこうリストを聞かせてパーンと投げるじゃないでも涌井はでも成功したよ涌井投手も教えその年沢村賞を取ったわあすごい、うん、でも平松さんほどの曲がりじゃないでしょいやでもやっぱりバットバチバチ折ってたねああそうですか、うん、他に教えた方っていらっしゃいますあとはね教えたというよりも教えなかったのがあるよ教えなかったヤブね阪神、うん、キャンプ行って平松さんぜひシュートを教えてほしいまあいいよ何ですかいや合わないと思ういや合うか合わないやらしくてよかったよ見たら分かるんだやっぱり ね, なるほどね関節が柔らかくないとこういう関節がしなってこないとボールっていうのはそれはいかないと思うんでヤブはどっちかいうとリストでピャーッと投げるピッチャーなんでじゃあ今いるピッチャーの中で、うん、教えたらいいなって思えるピッチャーって誰まあ急に言われるとな則本なんかどうですかあいいかも分からんねそうですよね、うん、則本なんかいいかもそうやって言ってくれればね、はあぜひ言ってもいいんだろうけど平松さん捕まえて、ね、見かけたらシュートをねまあでももう則本も彼年齢経ってた26、7、ま、いやもうちょっとですね言ってる、はい、ちょっときついかもからんなもうちょっと若い時に彼、うん、110キロ以上のボールが
当時我々の時は150キロが出てませんでしたけど、そのやっぱりトップクラスじゃないとスピードがなかなかこのストレートのない方で、シュート回転を与えるっていうのは難しいと思うんでね、うんうん、なるほどね、はい。